とうとう友達からもらってまだ1ヶ月も経たないこのジムニーが動かなくなって、ロードサービスを使って今こんなことになってます。いやね、安物買いの銭失いってやつだね。金ないけど、まずどうするって。はい、そしてお釈迦になったジムニーの、まあ、内訳だね。で、これね、お釈迦になる前に、まあ、一応今年の10月がね、2016年10月が車検だったから、一応車検の見積もりだけは出してもらったんだけれども、いやー、これすごいよね。まずはハンドル周り、ブレーキ周り、タイヤ周り、足周りだよね。下周りの洗浄。でもこれ水ぶっかけるだけなんだけど、5400円取られるって結構高いらしいね。で、下周りの防塵塗装。これは、いいんじゃないか。サビガードとかね。でね、一番まずい。個人的にまずいのはね、ブレーキのフルードってやつ。エア抜き。なんかブレーキ周りもまずいんでしょ。で、保安確認検査っていうのも、これ、技術料で取られてるね。で、あとね、これ、やっぱりスパークプラグとか、そうだね、ジムニーのなんだっけ、第2世代かな。ジムニー第2世代で、ワイルドウィンドの方じゃないんだけど、オートマなんだよね。で、結構ね、オートマのくせしてね、エンジンがエンストするんだよね。信号で待ってる時とかね。だから結構厳しいっていうかね、まあ、末期だったんだろうね、あいつ。まあ、要は大分から、鳥取まで乗ってこられたことが、まあ、奇跡だったということだね。だからファン、エアコン、パワー、ステアリング、ベルト。これってまずいのかな？ロッカーカバーガスケット。で、あとね、AT オイルと、タイミングベルトとかはもう全部、うん、AT オイル、タイミングベルトあるね。オートマオイルもダメ。この項目を見る限り、まだ裏にもありまして。きたー !AT CVT マチックフィーフルード。で、これ交換と部品。数量が8ってどういうこと？で、まあ一応概算がね、この時点で17万2千なんだよね。だからもう、でも K で17万の車検ってすごいことだと思うのね。だからもう、買おうって思ってたのさ。でも、買おうって決めて、ちょっとまだ先輩の名義だったから、名義変更をしに行ってる最中で、まあ、5回かな、演奏したの。命からがら、米子市内に入り、まあ、力尽きたと。米子駅前の米子文化会館の、国道102号線だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、面したところで、市民、米子の文化会館前のバス停があるじゃない。あそこの窪地になんとかふらふら逃げ切った。そんな感じ。いやーでもね、田舎暮らしが、田舎に移住してね、4月1日、2016年4月1日に、移住して、まあ、16日目だね。それで、まあ、なんと希望の車がぶっ壊れると。しかもね、おじいちゃんの四十九日も重なり、しかも、まあ、俺の誕生日でした。誕生日に車がぶっ壊れ、四十九日が重なり、また車を買わなくちゃいけない。いや、今年の誕生日、てんこ盛りだね。ジムニーちゃんの車検代17万。払いません。なので、まあ、結論から言えば、廃車にしました。廃車です。で、肉のエブリバンを買って間に合わせます。で、ただね、
ここ日南町は、4区じゃないとほぼ無理だという皆さんの意見もあり、まあ、むしろ俺も、まあ、今お世話になっている農家さん曰く、決断する前にちょっと相談せいやということはもらいました。それが正解なんだけれども、まずは4日ぐらいなんだよね。で、車検を廃車っていうふうに決めた車を、まあ、ずっと車に名義変更でナンバープレートをつける理由がわからないのね。そしたらまた2万円かかっちゃうし、じゃあかといって廃車の車引き取って、で、そのに今その工場に置いてもらったと会社の台車をずっと使い続けるっていうのは外道なので、じゃあ足がスパーンってなくなって、じゃあ週明けから研修先まで、じゃあ何をどうやって行くのかっていうとこを考えると、じゃあ買いますって言ったところで、じゃあ納車まで台車出しますよっていうところがなかったし、むしろ俺も生まれて初めて車を持って、生まれて初めて、信号の右折待ちでエンジンが 止まり、生まれて初めてロードサービスを使い、生まれて初めてこんな目になってたからさ、もうてんやわんやだったからね。まあ、とにかくまだ移住して1ヶ月目。まあまあ、これからいろいろなことがありそうだよね。で、あとね、農業として独立したい場合ね、やっぱり300万ぐらいの金が必要らしいんだよね。だから300万ないよね。だからどうなることやら。そして今部屋はこんな感じで整ってます。いらない情報した。